俺と恋愛しようよ。え？恋愛ってどういうこと？ソラ君とうちが？あ、イオリ先生帰ってきた。お邪魔しまーす。キャー！二人ってそういう。お邪魔しましたー。違います。今のは事故で。時計だ。打ち合わせするんだろう。疲れてるし早くして。おい待てよ、ノリ悪いな。わあ、安定の興味のなさ。ねえ、それよりさっきの話。なあ、あの二人くっついちゃうのかな。すげえいい感じじゃなかった。さあ、知らねえ。よく言うよ。お前、本当はメイちゃんの気持ち気づいてるだろ。はあ？朝比奈君がここに住むのを簡単に受け入れた時からおかしいと思ってたんだ。前のイオリなら絶対嫌がったはずだろ。どうするつもり？はあ、あいつの気持ちは俺にはどうしようもないし。まあ、好きにすればいいんじゃない？そういう割には手放さないよね。はあ、漱石、行け。さあ！やあ！最新のリボン、2月超特大号は？お待たせ！天文部で過ごすキラキラ青春新連載、カラー51ページ、ほのちゃん先生のレオと三日月。前代未聞、超豪華、表紙&関東カラー51ページ、村真由先生のハニーレモンソーダ、カラー漫画8ページもあるよ。そして今月の付録は2022年手帳セット。今年のテーマは青春、ラブレター風デザインが可愛い。マンスリーカレンダーには先生たち書き下ろしのリレーイラストがずらり。全64ページの特大ボリューム。お楽しみ企画も盛りだくさん。鬼滅コラボ再び、ゆるっと鬼滅の刃2枚組はがき&16枚塗り絵帳もついてくるリボン2月超特大号は大好評発売中パス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。グッドボタンやコメントも待ってるパス。次の動画も